どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあついにやってまいりました、魔の新時代今回はですね、念願のロスカをゲットできたので呪っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ今回ですね、何種類かデッキ組んでみたんですが、まずはこちらのデッキ使っていきたいと思います。まあ、好きなタイミングでね、まあ、ルーシーを召喚できるようにロスカをリーダーにしています。またね、呪いスキル、ルーシーのコンボスキルですね、マゾメデッキでないと発動しないので、すべてマゴマとなっています。まあ、コンセプトとしては結構カウンターとか罠を多めに積んでいて、フィニッシャーにですね、こちらゴールデンウィークベリアル連れてきています。こちらのスキルもですね、自分の駒がね、すべて魔属性じゃないと発動しないので、まあ結構ルーシーとね相性はいいような気がします。さあどんどん呪っていくスタイルで勝てるのかやっていきたいと思います。さあ相手は吉野リーダー、 HP 的にどうだろうな、吸収が入ってそうな魔デッキ、そんな感じがします。そして初手引けましたね。初手引けたので、これはねルーシー行ってもいいんだけど、ルーシー行ってもいいんだけど、これは10日アゲハ置いていきたいと思います。これね、相手ね割と怖いと思うんですよ。イベットじゃないかな、ジルドレじゃないかなっていう感じだと思うんですよね、今相手が。考えてますね。でこれで、あれって、これはもしかしたらイベットだったかな、ひっくり返して回収でも大丈夫かなといった状況になっていますね。これまだちょっとルーシーやめておこうか、こっちにしましょう。もしかしたら左上の辺にですね、吉野打ってくる可能性もあるんですけど、結構あの罠怖いと思うんですよね。ひっくり返して回収し、あ、されました。アゲハ取られちゃった。でここでですね、ルーシー呼んでいきましょう。特殊ダメージもですね 100% 返すことができるので、結構ね相手がね、なかなか吉野を出せないといった展開になっていると思います。さあ相手はオーラスキル1枚引いてますね。これ何デッキなんでしょう、毒かな。でもシールド入ってたしね。あ、そっちに吉野を打ってきましたか。これは呪わせないぞといった感じでしょうかね。でも結構ね、このロスカのコンボスキル強いんで、ここはアズリエル置いていきましょう。おっと、ちゃんと見てなかった、イベットだった痛いんですが、痛いんですが、まあ盤面にはねちょっとルーシーが2枚いてくれるんで、ここはうまく呪っていきたい。さあルキアでこれ釣られるのはブライダルポリプスですね。ブライダルプオリュプスとルーシーをコンボさせていきましょう。まあ、ちょっと貫通入っていないことを祈る。さあ呪っていく、オーラスキルを呪え、オーラスキルを呪え、どうだ、違ったさあ何を呪ったんでしょうか。毎ターン750入るんで、相手的には今のコマを捨てたいと思うんですが、さあ何が出てくる、エンデガでした。これは痛い、エンデガ痛いんだけど、エクロシア引けましたね。これこっちエクロシアかな。もう貫通が入っていないことを祈る。さあそしてこれで相手に呪いのダメージが760入る。さあもうあとは貫通が入っていないことを祈るばかり。さあ毒でしたね。しかしルーシーで帰る。オッケー、これカルマ命でフィニッシュできそうですね。はい、これでフィニッシュしていきましょう。3枚返し、はい、ありがとうございました。さあ相手は乱量リーダー、 HP が 28,000。 これはね、髪染めである可能性が高いですね。これね結構ね、中盤から後半にかけてロスカ使っていきたいんで、先行なんですけど、まだちょっとね温存したいと思います。さあ
エクロシアも弾けていて、ベリアムも弾けている。これエクロシアのコンボも組んでいきたいな。でも髪染めである場合は変にね、結構何何多分間違えちゃったのか。よろしくお願いします。変に結構ね、あのゴールデンウィーク不倫と無人とかそういうのを設置してくるんで。ルキアか、ルキアまだちょっと温存したいな。どうしようかな。うん、こっちにしよう。エグロシア置く。でここで何が出てくるか。結構ウィンドスピリットとかブレスドとか、お、いきなりジーク打ってきた。なるほど、今手駒の周りが相手的にもあんまり良くないみたいですね。そうですね、これアズの動線組んでいきたいな。さあこれでルーシーを呼び出す。してちょっと呪っていきたいね。まだちょっとこれ呪っていきたい。ごめん、引いたんだよ。99連目の正直で。さあアルーシャで、これは回収してきましたね。うーん、呪っていっても、どっち呪いにするかな。これはでもルキア出しちゃおう。アルーシャのねコンボスキルが神駒に対して 1.6 倍だったかな。それが結構怖いんで。さあ乱量を呪うんだ。違う、今引いた駒だ。さあ何が釣れたのかな。とりあえず呪いスキルは温存できましたね。さあ何を引いたのか。でもねこれね、コンボが怖いんだよね。結構コンボが怖いんですよ。仕方ない、もう一回呪ってこう。ちょっとこの後のコンボがちょっと怖い。相手の HP がでもまだギリギリ、あ、でも呪いで半分以下になっちゃうか。オッケー、乱量呪った。しかし半分以下になっている。このここが怖いよ、ここが怖いよ。アタクシとグワトリカあるからね、これ。相手がどっちに打ってくるかだな。エクロシアにベリアルかけたいけど、オッケー、これでエクロシアとベリアルの動線が通った。やっちゃおう、やっちゃおう。いけ、さあ黄金の一撃ドカンで、次ターン開始時に呪いのダメージも入って、ふふふ、さすがに1万2000は飛ばないと思うんだよね。アラジンにかけてもまず通常攻撃ダメージが返っちゃうんで、ルーシーとエクロシアで。アラジンの、そうか、2枚返しの動線を通ってた。エンデナと自身通ってた。しかしこれで1万2000は飛ばないと。 OK、 はい、これでカルマメンちゃんフィニッシュできますね。はい、ありがとうございました。結構乱量を呪ってくれたのが大きかったですね。はい、ということでデッキ2種類目、次はこちら使っていきたいと思います。同じくロスカをリーダーにして、まあ、1枚返しでスキルが発動できるようなコマをたくさん積んでいて、まあ、割とね HP 高めのマゴマを積んでいます。なのでね、さっきのデッキは 24,100 ぐらいだったんですけど、 25,000 超えのね HP でやっていきたいと思います。さあ相手は乱量リーダー、 HP は 28,000、 これはほぼほぼもう髪染めでしょう。さあ私が先行ですね。とりあえず少し削っていきます。中盤から後半にかけてかな、ルーシー呼び出すのは。さあハーピストを出されていく。
そうですね、暴力書を置いて、何デッキだろうな。あ、結構攻撃的な紙デッキっぽいですね。となると結構今削っていくのが怖い。ルーシーまだちょっと早い気がしますね。ちょっとまだ待ちます。あ、ちょっとテラーナイト温存しときたいな。お、こっちに来た。これは何だったっけ。通常攻撃ダメージと特殊ダメージを 40% にするといったコマですね。で、レクローシアが引けたので、ここにレクローシアを出しちゃいましょう。さあ、どのタイミングでちょっとルーシーを呼び出すかですね。さあ、アラックが来た。が来たか。さあ、軽く頭を使いましょうか。ルキアも引けてるんやけど、いっちゃう？いっちゃおう。召喚します。うん、よいち。さあ、これで特殊ダメージカウンター設置されちゃったんですが、おしくるみでしたね。さあ、呪っていきましょう。でも、おしくるみを出してきたということは、そして、うん、ここは一旦ルキアでもいいかな。やっぱイベットにします。これでアラグの動線通ってるんですけど、ちょっとイベットを置いて一回呪います。顔料に呪いがかかりました。さあ、まだ相手の HP は半分以下になっていない。そしてここはブレスドソーディアンで回収されましたね。私とポチの力をお見せします。ポチか。ルキアで顔料を釣れそうだけど、せっかく呪いかかってるのに釣るのがもったいない気もするんですよね。あ、でもルキアかな。ブレスの動線とかも怖いんで。うん、半分以下になったので、まああともう私の頼りはテラナイトですね。さあ、1700の呪いがかかって釣れたのは OK。 これバイセかな。バイセだね。で、これ結構痛いダメージ返ると思いますよ。はい、イベットでも返る。 OK、 フィニッシュです。ありがとうございました。お、なんと相手もロスカがリーダーですね。 HP 的に結構少ないんで、結構あの初手ロスカで行っても良さそうだな。竜の気がするんだよね。初手ロスカ行こうかな。結構火力積んでそうな気がします。貫通も入ってるんじゃないのかな。もしかしたらマゾメじゃなくてカウンター要因としてロスカを連れてきてる可能性もなきにしもあらず。あれ、珍しい。これ特殊ダメージ要因、特殊ダメージ回収要因として出てきてるのかな。さあ、呪っていきましょう。さあ、これでどの駒を呪うのか。HP 低めっていうのが結構怖いですね。お、ファーストを設置。ここはポチひっくり返されちゃうかな。うん、注意しましょう。相手がどのターンでロスカを出してくるか。
クできそうな気もしますね。お、ブライダルポリプス置いてきましたね。ここはそうですね、私もポリプス引けたんで呪っていこうかな。はい、さあ、これで2枚目呪っていきます。毎ターン1300、結構ブライダルポリプスのこのコンボスキルが割とね序盤には痛いんですけど、そっちか。これかな。ボスか、まだ温存してるね。さあ、そしてまだ出したくないのかな、今呪いがかかっている駒。ここでロスが来た。おっと、ちょっと嫌なとこにルーシー来たね。ややこしいわ、ルーシーだらけで。ゲクローシアが引けましたね。こっちかな。1枚ルーシー回収して、さすがにこの1万4000は飛ばせないだろうと予想しています。さあ、呪い3枚で2000ちょいのダメージ、結構さすがに。あ、ベリアル入ってた。しかしこれは帰りますね。さっき使ってた私のデッキとちょっと似たようなデッキでした。はい、ありがとうございました。はい、そして最後に使うデッキはこちらです。なんとですね、マゾメじゃないのにロスカを入れるっていうね、まあ嘘ルーシーですね、嘘ルーシーデッキです。結構ね、カウンターとしてもルーシー優秀なので、まあカウンター召喚要員として連れてきて、まあこっちはですね、特殊ダメージでドカンフィニッシュを狙っていきたいと思います。さあ、相手は乱量リーダー、 HP 高めですね。神グマ多めの混合といったところでしょうか。私ウソルーシーって言ったけども、ムーニアリーダーの時点でバレちゃうよね。でも私この手駒で、この手駒で先行が引けたらもう X やってもいいかなといった気もしますね。初手はエグローシアかな。で、割と今この手駒の周りだとルキアを警戒していきたいですね。はい、初手エグローシア置いていって、ここで相手が何を出してくるか。でも貫通2枚今手元にあるんで、でもね、結構序盤で X しちゃうと OK、 髪染めではない。オイラの大活躍に期待するのだ。手駒がX やってもいいけどね。やっぱやめておこう、やめておきます。ルキアやられるとこれかなり苦しい状況になるんで。さあ、ここで相手が何を出してくるか。ブレスドとかオキクルミとかアラジンとかがな、 HP 高めだから結構迷ってますね。お、なんとルサリーでした。ということはここでクローシアの動線が通っている。やっちゃおう、やっちゃおう。さあ、ここで相手の HP 半分以下になっちゃったんですけど、私手元にロスカがいるのでカウンターをちょっと呼び出していきたいですね。あ、ルキアやられちゃいました。これはムーニアかな、ムーニア行かれちゃうかな。 OK、八重で済みましたね。なんか結構相手が考えてたんで、これは貫通持ってないのかなっていうことで、エクローシアの3枚返し動線をちょっと残しておきたいと思います。これがラロダ流動よ。ラロダですね。やっぱ持ってないっぽいですね、貫通。それが引けてないのか。そんなに急がなくてもいいのに。してここでルーシー呼び出していきましょう。狭いよルーシー。
OK、結構厄介なとこに。でもこれ貫通でね、このカウンター3枚貫かれちゃったら結構もったいないんで。さあもうルフィアの心配はないのでね。おっと、アマテラスでした。回復されていく。俺様がいないとダメない。でもこれ呪いたいところなんですけど、あー、アマテラスちょっとこれ脅威なんで消しておきます。さあもうそろそろエンデガの射程圏内ではあるんですが、アズリエルが出てくる。呪っていきましょう。オッケー、アズリエル出た。そうですね。あ、そうだ、忘れた。私マゾメじゃないから呪えないんだ。マゾメじゃないから呪えないんだ。これはここにアズを出して、多分次のターン相手はアズ返してくると思うんで、相手がアズを返したら、エンデガとこのグエリアスかけられるんで、多分フィニッシュできると思います。でも相手的には2枚返しで返してきましたね。で、エンデガの1点バフもめちゃくちゃ効いてるんで、これでフィニッシュできます。はい、時を変える恐ろしさ味わってもらおう。はい、ありがとうございました。はい、ということで、さっきね使ったデッキね、ちょっとムーニアリーダーにしちゃってたんで、ちょっとウソルーシーできなかったんで、ヨシノをリーダーにしてね、ちょっとウソルーシーできるようにしてきました。ではやっていきたいと思います。さあ相手は乱量リーダー、 HP 的にはこれは混合デッキといったところでしょうか。うん、そうだね、これはちょっとヨシノ出しちゃいましょう。結構手駒の今の段階の周り的にはあれですね、ウソルーシーができますね。なので早めにちょっとロスカが手元に欲しい。まずはちょっとヨシノを出す。さあここで相手が何を出してくるかによって、ちょっとデッキの特性がね見えてくるかなと思うんですけど、あー結構手駒が回ってない系かな。あーここで倒すか。ブライダルポリプスを出して、ここでねダウス出すとね、切り札がバレちゃうね。貫通入ってたんかみたいな。あー、その変にアズリエル強いですね。オイラの大活躍に期待するもの。これはちょっと、しょうがない、ダウス出しちゃおう。これで呪えないことがバレてしまった。なんか相手特殊ダメージでドカーンの可能性もなきにしもあらずなので、トーカーアゲハを残したかったんですよ。エンデが出してもよかったんですけど、でエンデが出した時点でもうあのバレますね、ウソルーシーは。守れるものがあるなら、あ、そっち行くよ。これはオッケー、来た来た来た。良き良き良きタイミング。よいしょ、ルーシー呼び出していきましょう。しかしコンボスキルは生きない。コンボスキルは生きないが、カウンター要員のルーシーです。これ盤面にトーカーアゲハも設置していきたいですね。あった、なんとベリューガで貫かれてしまう。しかしもう2枚は貫通積んでないでしょ、2枚は積んでないでしょ。こっちかな先に。ほんと、さああと相手の HP が
5412エンデガランドザイランドのバフがかかる。一旦逃げないといけないかな。お、そうですね、これはこっち味わってもらおう。で、どうだ、 OK。 はい、ありがとうございました。はい、ということで今回はですね、新しく実装されたスキル、呪いスキルを持つですね、ルーシー、まあ最後の方はただのカウンターになってましたが使ってきました。結構ね、幅広い使い方ができるね、ここまではあると思うので、結構マデッキ好きのね、まあ意地悪好きの私からしてみればこれは大好きなスキルですね。はい、ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。